テラノ2は日産自動車が販売していた SUV で日本へは1994年から1998年の間ミストラルとして導入された1993年に発売され2006年に製造中止するまで基本的な構造を変えることなく細々とマイナーチェンジを繰り返し商品力を保ってきた日本へはミストラルとして輸出され日産 さてお店で販売された。1996年、マイナーチェンジ。丸型ヘッドライトに変更。1999年の初めにはミストラル、マベリック廃止と同時にフェイスリフト。2002年、3度目のマイナーチェンジ。さらに3月に開催された第72回、ジュネーブモーターショーでは、テラノ2は、テラノとして、以前のテラノは、パスファインダーとしてそれぞれ解消した。 テラノ2は1993年の発売時に2.4リットルのガソリンエンジンと2.7リットルのターボディーゼルエンジンを搭載。1996年からはガソリンエンジンは燃料噴射になりターボディーゼルエンジンはインタークーラー付けとなった。1999年からは 3.0LTD DOHC 直噴ターボディーゼルインタークーラーエンジン搭載車が 製造された。ありがとうございます。